さあ、それでは女子共通 800m 決勝の開始です。この種目、県中学記録は2012年愛楽中学校の倉岡さんが出しました2分08秒94。そして大会記録は2012年同じく愛楽中の倉岡さんが出しました2分15秒39。それではそれに出場する選手を紹介いたします。第1レーン木下さん、伊集院北。第2レーン塩福さん、隼人。第3レーン中津さん、宮野城。第4レーン松永さん、桜川さん。第5レーン黒川さん、北部南。第6レーン原田さん、佐々木。第7レーン小園さん、東一木。第8レーン野竹さん、赤木菜。以上8名によりまして、女子共通 800m は決勝。さあ、この女子の 800m 決勝はオパレートラインとなります。さあ、現在のところ横一線、さあ、直線に入りまして、ブレークラインを突破いたしまして、オープンレーンに変わります。ただいま25秒、30秒、200m は32秒。さあ、先頭は国民の主の黒川さん。次の 100m のスタート付近で 300m。 300m は49。さあ、先頭は黒川さん。さあ、まもなく鐘がありまして、残り1周 400m となります。さあ、鐘がありまして、残り 400m、 400m は69秒。さあ、このままいきますと2分20秒前後でのフィニッシュが予想されます。この女子の共通 800m の決勝です。さあ、1500m のスタート付近。さあ、500m。 さあ、一気にペース上がります。長くなりまして、600m。 さあ、先頭を変えまして、早田さん、 600m は1分44秒。さあ、振ります。激しい先頭を持つ、この1分54、55。さあ、先頭また変わります。お分断の黒川さん、そして新幹線の原田さん。さあ、流暢の、さあ、残り 80m、2分5秒、10秒。さあ、先頭国民の黒川さん、2分台15。